久しぶりだな。同窓会で声をかけられて振り返ると、俺は嫌な思い出が蘇ってきた。声をかけてきた相手は、俺を登校拒否に追い込んだ奴だったからだ。ブランドスーツを着たそいつは、俺を見下して話し出す。あの時、晴らせなかった恨みを晴らす時が来たのかもしれない。俺の名前は雄一。妻と娘の三人で暮らしている40歳だ。今でこそ幸せな生活をしているが、俺の中学時代は最悪だった。俺は母親がいなく、父子家庭で育ったのだが、父は仕事が忙しく、俺には無関心。父からお金をもらっていたから、食べるものにも着るものにも困っていなかったけど、心はいつも満たされていなかった。小学校の時から授業参観や運動会に父が来てくれることはなかったし、俺はいつも一人。中学に入り、給食がなくなったので弁当を持っていかなければならなかったのだが、父が弁当を作ってくれるはずがない。俺はコンビニでパンやおにぎりを買っていた。それを見た隣の席のシンジがいじってきたのだ。お前の母親料理もできないのかよ、と笑って言ってきたので、俺は思わず、母親がいないんだよ、と答えてしまった。それ以来、シンジは何かと俺に母親がいないといじるようになる。そして俺に母親がいないことは、あっという間にクラスの噂になった。俺の母親は生きてはいるようだけど、俺を置いて出て行ったらしく、父も詳しく語らないので、俺は全く知らなかった。いっそ他界したことにでもしておけば、周りの同情も変えたかもしれないが、俺は素直に、理由は知らないけど家を出て行った、と答えてしまったのだ。それがまた、シンジの格好の餌食になった。雄一は捨てられた子なんだろ？父親も学校行事に来ないじゃないか。お前、父親からも捨てられるんじゃないの？など、シンジは俺のことを見下して、笑いながら言ってくる。シンジの必要なまでの攻撃に、俺は病んでいき、登校拒否になったのだ。父は気にしている素振りはあるものの、これまで放置してきたから接し方がわからなかったのだろう。登校拒否になってからの誕生日、俺は父に自分のパソコンが欲しいと伝える。父はすぐにパソコンを買ってくれ、俺はオンラインゲームにのめり込んだ。仮想空間では友人もできた。俺が登校拒否だろうが関係なく接してくれたし、顔を知らない分何でも話せた。そして学校とは関係のない人と話すことで、俺は自分の視野の狭さに気づいたのだ。勉強は自分なりにしていた。でも学校という集団生活はできる気がしなくて、俺は進学しなかった。中学で仲の良かったやつもいたけど、誰も味方をしてくれなかったからだ。シンジは地元企業の社長隷属で、親が関連会社で働いているという友人もいるし、シンジを敵に回したくなかったのだろう。友人はだんだん離れ、登校拒否になる頃には中学の友人なんて誰もいなかった。でも18歳の頃に道でばったり、小学校から仲の良かった京介に再会した。京介は中学では別のクラスだったのでほとんど話さなかったのだが、俺が登校拒否だと知った時、唯一連絡をくれたやつだ。俺はそれを突っぱねてしまったので、道で再会した時も気まずくて視線をそらした。それでも京介は、雄一だろ、元気にしてたか、と明るく声をかけてきてくれたのだ。その頃の俺はオンラインゲームをしたり、
簡単なゲームを作ったりしていたのだが、それを京介に話すと、すごいじゃないかと目を輝かせていった。それ以来、京介とは連絡を取るようになり、中学時代の友人とも会う機会があった。みんな俺に謝ってくれたのだが、確かに親が真嗣の親の関連会社で働いていたら、俺のことなんてかばえなかっただろう。今ならその気持ちもわかるし、こうして謝ってくれるのだから、俺もまた友人として関わろうと思ったのだ。あれから20年以上経った今でも、京介たちとはたまに飲みに出かけている。俺は今、アプリ開発やゲーム配信のソフトウェア開発などをしている会社の社長だ。仕事が忙しくなってきた頃に、知人から秘書を紹介された。猫の手も借りたいほどだったので、よく調べもせずにこの秘書を雇ったのだが、これが間違いだった。秘書の名前はユキ。俺より10歳年下の女性でかなりの美人だ。市議会議員の娘でお嬢様らしい。私、お嬢様育ちなんで、ちょっと世間知らずなところがありますけど、目をつぶってくださいね。ユキは初日からそう言ってきた。自分でお嬢様育ちなんて言うのか、と驚く。世間知らずというのは謙遜だと思っていた。しかし数日後には世間知らずというのが本当だと知ることになる。秘書が偉いとでも思っているのか、他の社員にはタメ口だし上から目線。時折上目遣いで見てくるのだが、俺はそういうぶりっ子が好きではなくて、何も考えずに雇ってしまったことを早くも後悔し始めた。せめて仕事ができればよかったのだが、書類整理すらできない。秘書の経験があるんですよね、と再度聞いてみたのだが、ここでとんでもないことが発覚。ユキは父親の議員秘書として働いていたと聞いたのだが、ただ父親に同行して周りに愛想を振りまいていただけらしい。つまり仕事らしいことはしていなかったのだ。もしかして父親も娘には仕事ができないからどこかに押し付けようとでも思ったのだろうか。俺にも娘がいるし複雑だが、娘はこんな風に育たないようにしないと、と思った。ユキは手を動かさず口を動かすタイプのようで、とにかくよく喋る。夫とは見合い結婚で、地元企業の社長隷属の夫は、いずれ社長になると言うから結婚したそうだ。その時に秘書を務めたいということなのだろうか、と思ったが、どうやらそうではなく、結婚したのはお金目当てらしい。父親はもうお小遣いをくれなかったから、と言っていた。私、整形してるんですけど、夫はそれを知らなくて、美人だとか言って騙されてるんですよ。ウケるでしょ。なんて暴露をしてきた時には、どう反応するべきなのか悩んだ。もう少し仕事をしてほしいと遠回しに言っても通じない。でも、すぐにクビになんてできないし、せめて少しでも成長してくれることを願っていた。そんな時、京介から連絡が来た。中学の同窓会があるから一緒に行かないかという。最近忙しくて京介とも会えていないし、今さら俺のことをいじってくるやつもいないだろう。俺は同窓会に参加することにした。ユキにはそのことを伝え、その日の仕事は早めに切り上げると伝える。するとユキは、偶然ですね。うちの夫も同窓会だって言っていましたよ。と言った。今は同窓会をやるのにもいい時期だし、何の疑問も持たず、俺は話を聞き流したのだ。そして同窓会当日、会場に着くと受付で名札を渡された。中学3年の時は半分以上登校拒否になっていたし、
名札があっても俺のことを分かってくれる人は少ないかもしれない。そう思ったのだが、意外にも俺の名札を見て声をかけてくれる同級生もいた。ゆういちくんって10代の頃から働いていたんでしょ？ゲームを作ってるって本当？どうやら昔京介から聞いた情報らしい。俺はうなずき、今はアプリ開発やソフトウェア開発をしていると伝える。みんな俺が登校拒否をしていたことなんて気にしていないようだ。俺は居心地も良くなり、同級生と話していた。するとそこへ、一番会いたくない奴がやってくる。声をかけてきたのはシンジだ。シンジは俺の名札を見てニヤニヤする。登校拒否の中卒野郎がよく同窓会になんて来れたな。俺は当時の怒りが湧き上がってきた。シンジは続ける。お前、ろくな人生遅れてないだろ。中卒ってどんな仕事してるんだよ。やっぱり中卒だと年収低いんだろ？周りはシンジの態度に引いている。そんなことはないよ。と俺が口を挟んだが、シンジは聞く耳を持たない。俺、結婚したんだけど、嫁のこと知りたいか？誰もうなずいていないのに、シンジはニヤニヤとして一人で話を続けた。ユキって言うんだけど、今 IT 企業の秘書だぞ。夫として鼻が高いよ。しかも議員の娘で美人なんだ。そこまで聞くと、俺はあれ？と思い始める。でもそこの社長は中卒らしいんだよ。年商100億の企業なのに中卒だって。同じ中卒でもお前とは正反対だな。そう言ってシンジは俺の肩を叩いた。それって、俺はシンジの妻が自分の秘書だと確信する。言おうと思ったが、シンジは酒も入っていて喋り続ける。中卒にもいろいろいるんだな。中卒で年商100億の社長なんてよっぽど才能があるんだろう。まあでも俺もそのくらいの社長になる予定だからな。するとそこへ京介がやってきた。やあ、ゆういち、久しぶりだな。シンジを無視して俺に挨拶してきたのだが、シンジはそれが面白くなかったようで。みんな俺の話を聞きたがってるんだから余計な口を挟むなよ、と言って京介を黙らせる。シンジは手に持っていたビールを飲んで、俺が社長を継いだら、お前みたいな中卒でも雇ってやるぞ。清掃員でいいか？それとも売店の販売員にするか？どのみち年収はたかが知れてるけどな。ま、中卒でアルバイトしかできないようなやつ、雇ってやるだけでも感謝しろよ、と言う。シンジの中で、俺はアルバイトをしていることになっているようだ。そんなこと一言も言っていないのに、どんな思い込みだよ。シンジの話には脈絡がなく、また妻の自慢話になった。お嬢様育ちでちょっと世間知らずだけど、整形したのかってくらい美人だし、仕事もできるんだ。なんせ秘書だからな。整形したことはやっぱりシンジは知らないんだ。まあ俺に言うくらいだし、周りには言いふらしているんだから、そのうち周りから耳に入るだろう。自慢話はもういいよ。俺たちあっちで飲むから。俺はシンジと関わりたくなくて、背を向けようとしたが、シンジはニヤニヤして。お前が中卒ってことは本当のことだろ？逃げるのかよ、と言ってくる。俺はまた怒りが湧いてきた。昔の恨みを晴らすなら今かもしれない。そう思っていると、シンジは突然。俺の嫁は美人秘書で、家柄、性格ともに最高だ。中卒のお前には無理だろ。お前結婚してんの？どうせ大した嫁じゃないんだろ。と笑い出す。妻のことを出されて頭に来たが、頭に来すぎて逆に冷静になってしまった。俺はシンジに向かって、なるほど。
お前の美人嫁、今月でクビな。と言う。すると、シンジは、は?と、眉間にシワを寄せた。俺は名刺を取り出し、シンジに渡す。シンジは名刺を何度も見直しているようだ。お前、これって。驚いているシンジの言葉を遮り。うちの秘書、お前の妻だったんだな。と言う。そして、全く役に立たないし、いても意味がないからクビにするわ。数日前もスケジュール管理すらできずに、打ち合わせを飛ばされたし散々なんだ。と言ったのだが、シンジは半信半疑なのかポカンとしている。お前の妻、ユキさんだろ?市議会議員の娘で、夫とはお見合い結婚。いずれ社長になるから結婚したって言ってたな。俺はその名刺の通り、お前の妻が働く年商100億の企業の中卒の社長だ。いやー、中卒で年商100億の企業の社長なんて、俺には才能があったんだな。最後はわざとらしく笑うと、隣で聞いていた京介も笑い、口を開いた。唯一の秘書って、例の整形美人だろ?有名だよな。京介がそう言うと、シンジは、え、ユキが整形?と驚いている。俺は続けた。ユキさんは、夫がいずれ社長になるから、お金目当てで結婚したって言ってたけど、お前本当に社長になれるのか?そう言うと、シンジは正気に戻り、俺を睨んだ。当たり前だろ?俺の父親が社長なんだぞ。長男の俺が継ぐのは当然だ。すると、京介が笑い出した。なんだよ。そういうシンジに、京介は言う。俺、実はお前の会社と取引があって、お前の父親である社長と少し前に会食したんだ。そこで言ってたけど、長男は仕事もできなくて、いずれ会社を継がせようと思っていたのに無理だろうって。社長は次男に継がせるつもりみたいだったけどな。笑いながらそう言うと、シンジは顔を真っ赤にして怒り出した。嘘だ!適当なこと言うなよ!俺は跡取りだぞ!京介は笑いながら、だったら自分の父親に確認してみれば?と言う。シンジは怒ったまま、父親に電話をかけ始めた。そして、電話で父親と話しているシンジの声はどんどん小さくなった。京介の言ったことは本当だったのだ。俺と京介は笑いをこらえられず、周りで聞き耳を立てていた同級生も笑い出した。シンジは、うるさい!俺はお前らとは違うんだ!と繰り返しているが、ただの笑い者だ。俺はシンジに向かって言った。整形している嫁に騙されて社長にもなれないなんてかわいそうだな。シンジは唇を噛みしめる。うるさい、お前に何がわかるんだ。俺はシンジの言葉には取り合わず続けた。お前の妻はクビだからちゃんと面倒見てやるんだぞ。本来なら一度秘書として雇ってしまった情でクビ宣告なんてするつもりはなかったんだけど、お前の妻と分かったら、ありとあらゆることが許せなくなったよ。会社に不利益をもたらす秘書はいらない。シンジは俺を睨んでいるが、京介は隣でうなずいている。それに、お前と縁が続いてるなんてのも嫌だからな。あの時俺の人生をめちゃくちゃに追い込んでおいて、お前が順風満帆な人生を送るなんて許せなかったけど、これですっきりしたわ。お前は社長にもなれず、お前のせいで妻は秘書をクビ。あんな秘書雇ってくれるところないと思うから、夫婦で力を合わせて頑張れよ。そう言って笑うと、シンジは顔を真っ赤にして怒り、勝手にしろ!と言って会場を出て行ってしまった。翌日、俺はユキにクビ宣告をする。理由を聞かれたので全てを話した。君の夫は俺の同級生で、
俺を登校拒否に追い込んだ張本人だ。俺はそんな奴と縁が続くのは嫌だ。まあ君の能力に申し分なければ別だが、君は秘書としてどころか人としてどうかと思うし、君がいることで会社が不利益を被る。これ以上被害が出る前にやめてくれ。ユキは唇を噛む。俺は続けた。そうそう、シンジのやつ社長にはなれないんだってな。次期社長はその弟らしいぞ。そう言うとユキは、はぁ？と声を上げる。嘘だと思うなら自分で確認してみて。そう言うとユキは怒って出て行った。似た者夫婦だなぁと俺はため息をつく。その後会社を辞めたユキは父親の秘書に戻ろうとしたようだが、父親は大切な時期だからとユキを拒否したらしい。ユキとシンジはユキの生計をめぐって喧嘩になり、次期社長だと嘘をついて結婚したとさらに大喧嘩に発展。離婚も秒読みだと京介がシンジの父親から聞いたそうだ。まあ俺はもう関わることはないだろうからどうでもいい話だ。俺は相変わらず忙しくしている。そして反省を踏まえて新しく雇う秘書はきちんと面接をした。今は仕事ができる人が秘書を務めてくれている。ちなみに俺の父は、俺が子供の頃はどう接していいかわからず放置するようなことをして申し訳ないと頭を下げてきた。今思えば俺が衣食住を確保できていたのは父のおかげだし、俺からも父と話そうとしなかったのだからお互い様だ。父は俺がお金に困らないように必死に働いていたのだと知った。妻子を持った俺はようやく父の気持ちが理解できたのだ。俺たちは和解し、今では娘を可愛がってくれている。甘やかしすぎて怒ることもあるほどだ。俺は新しい秘書のおかげで時間の確保ができ、妻や娘、それに父と過ごす時間を増やすことができた。公私ともに充実した毎日を過ごしている。